じゃあ、ですね、チームが決まりましたので、発表します。まず、闘魂お茶丸チーム。次がヒデ村ありチーム。で、次がグッチピロシチーム。次がシャルバイパーチーム。次がニーヤ破天荒チーム。で、最後が草ハゲチームです。じゃあ皆さんそろそろ準備があるんで、一旦終了して、エントリーとあと、レシオの相談してください。みんな集まってください。固定で、基本的にはメインキャラ使ってもらうので、まあ、3キャラ使えるので残りのレシオと俺ゆうべが使いたいんだダメ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 残り 0.5 になっちゃうからデメリットしかないっすよこれも配信は入ってる感じですか、マイク。今チーム内のレシオとキャラの相談中ですね。ヒデムナーリチームあと1キャラ残りのレシオとどっちが何使うか。グッチヒル。2まで使えるんでしょ。そうですね。計算してください。計算して。ユーザーさん6.5は本当やばい。これ誰うん、ヒデと、5だから、レシオ2以下をもう1体、なんか使えるから。俺誰と
グッチはピロシ。レシオ持ってんじゃねえよ。残り2位以下でどっちかが 何か使えるみたいな。2だけください。あとお願いします。じゃあ上からじゃあ火で塗られてもどうしようあと。どっちが何を？火が 3.5。チュンリは 3.5。5だから2まで使える。2までって言ったら？8キャラ使える。ここほ本田より下。本田より下で。いやちょっと待って。フォーカブランクなキャラがいねえって顔してる。いやあのね目いっぱい使わなくていいよ別にあの。ザンギとかホークとか剣でも余ってもいいんで使えるキャラで使えないんで見られ剣かぶりもしくはヒデブランカでも嵐用意3キャラでしょ3合計3キャラ勝てるキャラいいんだけど誰嵐すんだヒデブランカは嵐キャラですあれ始球式みたいなモンスで決まったチームありますかシャルバイパー、ニーヤ、破天荒ハゲさん何でいきますアラスンナフェイロンあ、フェイロンはいムナリフェイロンチュンリーか 3.5 ムナリフェイロンいっちゃうアラスンナフェイロンアラスンナフェイロンダルスも使ってムナリフェイロンムナリフェイロンねフェイロンあと何使えるの草はホンダとかホンダかなサブが、うん、ホンダチュンリーだと、うん、5.5、うん、残り 1.5 以下剣下がってブランカなんどっちがいいと思うかブランカのエイシャブランカホーク剣下が 5.5 使ってんだよ新谷チームは草さん来てもらわないと草くん草くんあのレシオのチーム内の相談があるんで食いまくるっていうマイバーさんとかやばいっすねギリギリハゲさんバルルが使えないレシオエッサガもダメやちょっとあ、エッサガはいけるエッサガでいいんじゃないですかうん、エッサガにしましょういやちょっとエッサさん2体の方がいいかもしれないからちょっと待ってみましょうまあ、草くん、ハゲさん、エサガットでいい？はい、うん、いいの？うん、ハゲさんが、うん、いや、こういう強系の2チームもあった方が面白いからヒールそうそう、ね、うん、3.5、3.5、エサガット 3.5 だからか、うん、で、あとは、グッチとピロシはどうする？あとあれこれ、何が？いや、なんか、今日はこういうレシオマッチなんで7まで3体まで使えるけど、まあだから草さんが準備ホンダ使って、はいはいはい、で俺が 5.5 余りますね 1.5 以下のキャラっていうこともできるんですなるほどエサガトでいきましょうよここはエサガトチュンリーで、はい、うん強いて言えば、まあ、何剣とか剣で言いますじゃあ、ホンダ草さん、チュンリーホンダで、うん、僕は剣じゃあ、ニーヤさん剣でグッチさんのブランカグッチチームはグッチチームとのブランカグッチの、ブランカで、シャル君ははい、ね、決まったDJ でも DJ 足りてるはい足りてる強いななんか強そうだな強そうゆうべが 6.5 は本当にやばいちゃんとホークとキャミ選べるから選べるようになってるからちゃんと俺本当にやばいわホークかキャミしか選択しないじゃん、うん、だからホークかあとちょっとグッチさんと草さん参加費お願いしますじゃあお金払ってない人お金を払っといてくださいじゃああとはトーナメント表を作って、はい、やるっていう流れですね、はい、いやこれマジやばいっすよこのレシオマッチ一番上のゆうべがレシオ 6.5 ってやばいっすよ合計扱いなんでねマジやばいわ、うん、完全にこれ来てるだろうあこれは、はい、バイソンの2つ、はい、レシオ2つでいいんじゃないですかいやあいいっすねそれで、うん、ああこれーあこれキャラさチュンリーのレシオがおかしい
チュンリーは矢口真理状態になったら結構厳しいんで。みんな一緒じゃねえか。絶対投稿者の甘えでしょ。いやでもいやいや、チュンリーは 4強の中の4番目だよね。4番目だよね。3番目か。いろいろ突っ込みどころ。まあ、バルログは一番上だけど、バルログ、チュンリーでバイソンダルみたいな。いや、ダルも結構、ダルバイソンかな。だってダルシムとバイソンも相当クソだよ。まあそうっすけど、うん、これ、これやばいっすね、いろいろと。だってダルシム、天敵、バルログだけじゃん。全部ふざけんなと。とりあえずチームは決まって、キャラも決まったので、今はトーナメント表を作成中ですね。レシオ食ってる人がどういう風に稼げるかだよな。一応レシオの方は一応僕のツイッターの方にも上がってますけど、一応上から言っときますね。ゆうべがレシオ 6.5 バイソンバルログレシオ4 ダルシムチュンリーレシオ 3.5 リュウガイルレシオ3 DJ ベガ 2.5ホンダフェイロンレシオ2、ケンサガット 1.5、 ブランカザンギ1、ホークキャミ 0.5。 待って、ホーク 2.5 ってやばくないですか。これだって、焼き鳥さんとか来たら、あ、2.5 で使えるじゃん、俺やったわとか言ってますよ、焼き鳥さん。これまあでも、いや、ま、S ホークはやばいでしょ。 S ホークは強キャラですよ。強キャラだよ、うん。2.5。 いやでも 0.5 から一気に 2.5 までアップしてるから。なんだこれ、うん、相当ジャンプアップしてるよ S。 いやこれ焼き鳥さん見たら完全にあ、これ来たわとか言ってますよ本当に。まあ、焼き鳥さんこっちには来ないからいいんですけど、焼き鳥レシオ 6.5 になっちゃうよ。焼き鳥ホークが回ったね、一番上にしちゃいますね。いやでもこれ本当いいですわ。このレシオを見るたびに本当に草生えますわ。まあ一応大体のレシオは合ってると思います。うん、なるほど。異論はあるかもしれませんが、まあ一般的な順番になってると思います。一般的な順番、なるほど。まあ4強の中でどれが2番目、3番目、4番目とか、議論はね、はい、ありますけど、まあ、個人差ありますからね。特にトラウマ植え付けられてるキャラとか、必然的にレシオ上がっちゃいますからね、人によっては。まあ、それを見る限りの、来た1人、おお、中島さん。けど、もうちょっと、ハゲさんの代わりにいける、でもな、まあ、しょうがない。まあもう一人ぐらい来たら考えるか。変わります。あ、そうだね、うん、だキャラ構成をもう一回やればいいかな。チュンリーガイルですね、使ってるのは。草中島でチュンリーガイルだから 6.5 だから、ホークキャミーが選べるか選べないかくらい、うん、6.5、あ、そっか、じゃあ 0.5。 あ、2体チーム多分あると思いますよ。レシオが多分パンパンになる。あ、お疲れ様です。3.5 とか 4+3 だったら2体だけど、うん、今日はない。うん、草さん、中島さんのガイルと組むことになって、レシオがこれで 6.5 なんですけど、選べる、うん、ホークとキャミー 0.5。 ホークとキャミーしか使えない。ただそのままもうガイルチュンリーのみっていう選択肢もあり。いや、ないでしょ、それは。それはないでしょ。中島さん、ホークキャミーどっちか使えます？もし使えるんであれば、もういいキャラで選択可能なんですけど。じゃあ、草ホークでいいよ、草ホークで。草ホーク？意外と勝っちゃいそうだから怖いんだけどね。で、草さんどうするの？チュンリーガイルで今 6.5。 あ、クソさん100円。あ、じゃあこれとこれどっちか。じゃここに S ホンダ追加して、 S ホンダ ないわ。ノー書いてないんだから。いやそれ以下ってなってことですよ。いや、書いてないのは同じ扱いで、レシオは。書いてあるのは戦力アップしてるんで。
書いてあるのは戦力アップするんで、あだから F 本だってあの正月さんがやっぱ結構強すぎるんで、レシオ 2.5 から3以上もある可能性も 5.5 だから 残り 1.5 以下、5.5、うん、で残り 1.5 1.5 以下のキャラ、ここの下、あじゃあなんかレシオ2以下だと何か使えるのはあります？じゃあとりあえず皆さんロジアイはラストでお願いします。とりあえず 上のチームはスタンバッててください。はい、相手に先駆けにして相手がどっち出るかっていうので使えるんで、これはこれでどっちか、チュンリーガエル、チュンリーガエル、いや、どっちも使います。フォークの方が使える。あ、じゃあフォークで。はいはい。OK、はい、です。はい。うん、じゃあ皆さん、ロジアイラストね。で、上のチーム、闘魂お茶丸チーム対ヒデムナーリチームからスタートするんで。じゃあ試合なのでまああ、一回戦が、闘魂さんとお茶丸さん対、ヒデとムナーリさん。これ先方はどうするんですか？申告？あ、申告お願いします。もうキャラって決まってる。書いてた方がいい。あ、じゃあ申告もらったんで始めてください。キャラ書いたんだけどな。キャラ書いた紙がある。これか。あ、ありますね。山由美だよ。ってことで。あれマジック、あれキャラ書いてたよ。ああ。キャラ書いて。なんだこれ。ワンピーが、ワンピーがお茶丸さんの残機ですかね。2Pはムナーリさんのフェイロン。見たことないですね。まあ、横でちょっとムナーリさんとヒデが突っ込んでますけど、さあこれはまあフェイロン有利でしょうが、お茶丸さんはなんか残儀とかは割と使ってたような気がします。まあでもとりあえず数減らしておきたいですよね。あ、スクリュー空振って、スクリュー。めちゃめちゃ突っ込んでいってましたが、
レックも着せんですね。でこれはそのまま座ってるんでお茶目のさんの本題ですね。まあ、キャラ的にもかぶせになるんでいいんじゃないでしょうかというところですが、あドスコイやっちゃうと結構危ないっす。さあフェイロンが取ってるっすね。これでなんとか闘魂チームはフェイロンは倒しときたい感じ。なんか変な位置じゃ、張り手で逃げてますね。さあヒデが荒らしましょうと言ってます。さあどう、体力がこれで、そうですね、釜払いが強いですね。うまく潰して、あーでも張り手きつい。なあ続きで最後はさあこれは次悩んでるのかな。闘魂さんのチュンリー残ってるんで、まあ、とりあえずサガットから。両方ともチュンリーを残す感じに、まあ、キャラが強いんでっていうのもありますよね。さあこれは痛い。でアッパーカーまで入って、え嘘、あれ潰れんだ。ちょっとびっくりしましたが、さあアッパーカーしっかりしてますよね。さあこのカードもどっちが有利なんだっていうのがいろいろ言われますが、僕はサガットだと思いますけど。さあムナリさんが取って、さあ持ち込みルールを持ち込んだ闘魂さんと、これはきついでしょうが、まあ、ムナリさんももちろん強いんで。さあ亀甲を踏んじゃってゲージ溜まるときついですね。戦列はガード、大パン対空で、あこれはもうちょっと絶望的ですね。さあしっかり上は落としてますね。さあ戦列カード、あーパカ踏まないんだあれ。
で同キャラですね、東根さんとヒデチュンリー。これは負けたくないでしょうね、お互い。さあ先に、あーこれ投げ返して、おおほ、さあスピバ漏れたけど大事な至らず。さあこ、あこれはやっちまったか、投げ、さあこれは端を取られてって、ゲージもゲージは両方溜まって、ニコニコ動画にピロシ実況っていうタグがあってな、本当にそんなタグあんの。さあこれは東根さんが勝利ですね。すいません、なんか感想みたいな実況ですけど、実況じゃないんですけどね。次はどこがやるんですか。負けた方がいい。負けた方、じゃあ東根さんお願いします。はい、じゃあ、ヒデチームとグッチチームお願いします。あと、並んだら代表者一人の決定戦という形にします。次はヒデ・ムナーリチーム、グッチ・ピロシチーム。キャラ構成は、グッチ・ピロシがリュー・ブランカ・ホンダ、ヒデチームがチュン・リー・サガト・フェイロン。うん、キャラの感じはまあいい感じじゃないですかね。うん、うん、考えてますね。バイパーさんのチームずるいよバイパーチームずるいね、うん、多く出てこれやばい。じゃあ先方はあのまあそのまま座って、うん、決めちゃって、うん、同時にスタートしてくれれば。考えてるな考えてる。グッチチーム、リュウ・ホンダ・ブランカ、まあ、お互いメインキャラプラス1キャラっていうような構成ですね、基本は。うん、あ、そのままいいよ。うん、じゃあ同時座って、お会話ね。うん、グッチが、グッチはブランカだよな。うん、グッチブランカ対ムナーリフェロン。さあサブキャラ対決ですが、結構グッチのブランカはやらしいです。さあでもこれ、おっとフェイロンがピョらせて、お、な、なになに、できるできる、さっきは技があんま出てなかったが、ちょっともう掴んだ感じか、これは。さあ器用系なムナーリさんと、これやっぱブランカつらい、でもなんとか行きたい、これはつらい、削りだけでつらい。おっと、すかして噛んでから飛び込みに支援。さあここでね、本職のピロシホンダ登場。ここはバリバリのかぶせが決まって、なんとか勝ちたい。まずは目の前のサブキャラのフェイロンを倒したい。さあこれはどうなんだ、ホンダは待ってるだけじゃダメなのか。さあフェイロンは待ってちゃ勝てない、リードしないと守れない。
さあ相打ちは本田がリード、飛んだとこに岡間切り、さあフェイロンも一発、これはリードすると待てるが攻める、おいちょ決まって、ここはガード、さあいい勝負、画面端追い込んで、これは分かんない、うかつな大頭突きは3段食らうので怖い、ここは投げて、おっと頭突きが負ける、さあ頭突きでここは手堅く本田が取って、残りが2体目なので、またチュンリーサガットで、さっきはサガットが出てきたけど、目の前の敵を倒すならチュンリーがいいと思うが、そうですよね、まずは目の前の敵を倒すということでチュンリー投入。さあ本田はここは意地は見せたい、一回捕まえれば何とかなる、さあ画面端に持っていきたい、チュンリーはちょっとピンチだぞこれは、おっと話でなんとかしのいで、ちょっと押し返されて、これはガード、さあいい勝負、まだ分かんない、今のマイク飛びはどうなんだ、いやもうダメでしょう、これはお釣りですね、お釣りは確定で、まずはチュンリー1本、さあ本田近づきたい、チュンリーは離れたい、画面端は脱出したい、ここでピヨって三段、さあグッチチームは大将の竜、ヒデチームはまだチュンリーとエクサガと残ってる、ここは竜はまずは目の前の敵を倒してサガットを引き出したい、さあグッチワールド炸裂するか、竜巻食らう、戦ってるのが誰かをちょっと入れようかなと思ったんですけど、時間で分かったらいいかなと思って、後でなんかまとめてる人がいるから、一人よりは楽しかった、さあお互いゲージ持って、さあこれ入った、おっとすかし投げ、読んでるからすかし投げさあ2ラウンド目、さあ竜が溜まるぞ、さあお互い溜まった、さあ投げる、ゲンキック投げる、投げる今のはナイスガード、フルヒットしそうな勢いだったが、これは見てから戦列ですね、今の弱小流だったら多分相打ちだったでしょう。さあ次が闘魂お茶丸チーム対グッチピロチーム、これ並んだら代表者のイケラマッチにしますので、マイクは一旦置きますね。ヒデマイク来た、闇地区 D さて対戦は闘魂お茶丸対グッチピロシ、さあグッチピロシチームが勝ったら代表戦になる、代表戦だと闘魂ヒデグッチあたりかな、どうなんだろう、わかんないな、とりあえず
実況解説はヒデですが、グッチピロシチームを最大限に応援する可能性ありっていうところですかね。まあ実況は中立でいきます。本当にってハテナ見てますけど、本当ですよ。さすがにあ、これキャラさん、はい、スタート。さて、まずはお茶丸ホンダ対ピロシホンダ、なんと同キャラできた。マジか。シウを決するときですね。さて、灰色のマーシを着ている方がお茶丸さんで、赤と黄色の感じが、ピロシさん。まあ、あれですね、パンツの色は 1P 側が水色で 2P 側は緑っぽい感じ、どっちの色のパンツが強いかみたいなところですね。セクシーマーシー、なるほど。稀勢の里優勝、優勝したの。さあピオってどすこいからハウフンフン。さあこれで闘魂チュンリーが座る。これでグッチピロシチームが闘魂チュンリーを撃破できるとかなり熱い状態。さあピロシさんもチュンリーさんやっているが、相手は闘魂さん、本田戦全一郎男。さあデンデ、これはどうなる。ここはガードになるが、センレス使ってビンタ、これが本田戦全一。しかし画面端で矢口真理状態は脱出。ここからどうなる。ゲージはもうすぐ溜まりそう。そしてこの体力差厳しい。逆に本田が矢口真理。さあ自称なのか本物なのか、本田戦全一の闘魂さんがここはできないが、アフターフォローバッチリ、ここはチューティックできる。さあ円柱パン、あれは強いですね。さあどうすこいでゲージが溜まってしまって、ここからピロス本田の攻めがどうなるか。さあうまく空中で避けたが、ここは踏んでしまう。このクラゲのでかさ。さあここはガードでいいでしょうと。実際そうですね、ガードでも押すことによってかなり優位が保てるんですが、ここは上が阻まれてピロシさんが、いやー、差が中退よ。これが全一。さあここでグッチブランカ、さあグッチブランカ、なんとヒデチュンリーと深夜の特訓をやっていました。意味深ではありません。中ムーブランカの動きを見てヒデも倒すと、その意気込みで、さあうまいが、あのスピニングバードは完全なクソムーブ。さあうまい、バックステを多用しているが、ここは見ている。ブランカ戦も定評があるのか。これは気候点、クラディがでかい、踏ませで折って100レスで削りかけ。さあグッチブランカとしてはヒデチュンリーと生かしたこの対戦をなんとかものにしたいが、やはり人が変わると動きが変わる、それがストセ。さあうまい、ここからなぜかクソムーブ。今のはバーチカルでも多分相打ち取れた高さだったんじゃないかなと思いますね、置き攻め。さあうまい、限界を、あのゲームも強い、うまい、くぐってコパンで、ここは髪つきが結構長い、下がる、そしてしゃが中、しゃが中しゃが中の数を数えろ。うわー厳しい、2連勝。さあグッチリュウが
大将で出てくる。さてまずお互いゲージを持つ同士の戦い、エンチューパンいいですね。あの距離のエンチューパンはかなり有効ですが、弱小竜仕込みだとちょっと苦しくなる。さてここは小竜が出ず投げられる、打ち身がない。これはチュンリちょっと厳しいが、ゲージを持ってるのでまだ大丈夫でしょう。さあここからなぜか打ってしまう。どうしたグッチル、これは珍しい。さてクータさん投げられてゲーン、オクラスゲーン、あれ有効ですね。さあゲージを作りたいが、さあ吐かせたかったが相手は吐いてくれない。投げて死なない、まだワンチャンある。しゃがんでいるチュンリは怖い。どうする、金敵出たよ。コパンでこれはどうしようもない。あれ多分真空5ヒット食らっても多分行きましたね、おそらくですが。さあ今度は開幕様子見。さあゲージを貯めながら、さあいいですね、いい飛び。しかしうお、エンコパン新しいな。勝利もかすかせるから今のはいいのかな。さあゲージ両方回収完了、相打ち波動は重ねず、今のはちょっと危なかったぞ、匂ったぞ。弱竜巻は吐かせたいために打っているが、おっとこれは前に行ったのが良かった。バックジャンプしなければおそらく死んでたでしょう。うまい。さあここは安定の石戸と削りで昇竜が出ないが、クライナで高めで良かった。今のはちょっと危ない匂いがしたが、さあ最終ラウンド熱い。開幕下がってゲージを回収。ゲージの溜まり具合は竜が若干早いのでそれを活かせればいいんですが、ここでイーブン。さあどうなる、さあスピニングバードは危ない。スピニングバードは大昇竜とかで思いっきりめり込みで食らせると最大ですね。さあここはお互い食らいたくないダメージを。さあこれは釈迦台いいですね。これはちょっと早すぎた、闘魂チュンリ厳しいか。ここで弾を打ちまくるグッチリュー。さあ飛んで2段入ってすかして、うっ熱い、どうなる、これはうわ出ない、使ってどっち、ああ昇竜すかして、ああシャガチューが闘魂勝利。ではブロック決勝進出は闘魂茶丸チームですね、おめでとうございます。暑いですね。では下のブラックいきます。シャルバイパーチーム対ニーヤ破天荒チーム。シャルバイパーチームはバイソン DJ ホーク、なんだこの強キャラ軍団は。で、あ、そっか、まあ、バイパーさんはあの人が強すぎるので、で、ニーヤ破天荒チームは、本田健龍、これも強いですね。キャラはあ、キャラは別に、なるほど。さあ、ニーヤー破天荒チームが勝って、1P で、ニーヤー破天荒チームが 1P、シャルバイパーチームが 2P、そっちが 1P です、手前が、はい。最近皆さん寒いですね。はい、じゃあ良さそう。はい、じゃあ行きましょう。 1P ガスアタナ、2位や 2P ガスアタナ、バイパー。さあこの時点でどういう、なんと初戦はテンホーク。まあ、2位やさんはね、あの剣もねかなり使ってるので、剣のレシオがね 1.5 ってね結構どうなんだろうって個人的に思いましたが、使える人がいたらかなりやばいので、ここに多分シュウさんとかがいたら、あのおレシオ 1.5 じゃんみたいな感じで多分言ってるでしょう。さあここは2段から俺たちのバイパー。
とトップスピンで暴れるが、ここは中小で暴れ。さあ中小流に対してはフォークがなんとかできることはありますが、ただXS との実況でもあったように激ムズらしいです。さあ昇竜見ている。おお壊し昇竜、これは逆に投げにいったところをまた俺たちのバイパー、これがバイパーフォーク。さあここで出てくるのは2番手破天荒竜。破天荒さんもここ最近のやり込み力がすごい。さあここは冷静にガード、とりあえずガードしている分には大丈夫ですが、ちょっとずつ、おまた俺たち3回目、今日は俺たちの日なのか。俺たちのジャグラーっていうのがあったら設定ロック確定ですねこれ。さあここは掴んで、おっとコパン暴れ、よく暴れた。しかしあのコパンは結構冷静ですね、 OK ですね。派生が早く、まあ昇竜にバしたらさらに美味しいみたいなところがありましょう。うっ熱い中昇竜、これは表からどうなる。うわー待ったー、まだまだー、ギリギリ、ちょっと破天荒さんが2発目食らった時に死んだと離席してしまった。そうなんです、2ラウンド目は攻撃力防御力ともに上がります。なので生きる可能性は若干あります。さあここで大将ニーヤホーク、あニーヤホンダ間違えた今日は完全に俺たちの日。しかし相手はホンダ、おっと相打ち、これは熱い。うわー5回目マジか、これこれ機械割り 115% 超えてるわ。いやこれすごい。さあ開幕はドスコイで、さあこれは離れる。さあ俺たちゲージが着々と溜まってしまう。さあここで撫で返す、撫で返せ、おー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 、ちょっとネタが入ったか今のは。さあおー開幕見て、これはおー弱百列暴れ。さあ歩いてるところを見て、さあしかしここは溜まっていた。さあここは落とされて、うっ今のに匂った、今の危ない、間合いが若干外だったか。しかし、あっ、おー、ここは、あー、まだ分かんない、一度とでも、俺たちエイジが尽きない、それがバイパーフォーク、冷静に時間を使って、コパンが止まらず、しかし、早くも5、俺たちバイパーゲットしました、すげえな、2回転あんだけ回した大会ってなかなかないんじゃないかな。ここで出てくるのはシャル DJ、 シャルさん最近 DJ 練習中です。シャルさんの DJ はこの前はちょっと残技戦に困ってた感じでしたが、ホンダ戦はいかがなものなのか。さあ中大、ここはこかしてめくりは中百貫で対応。うお高め大キック、あれには何の効果があるのか。さあ削られて削られて DJ が、うわどうなる、熱い、これでまだまだゲージがなかった、ちょっと惜しかった、ゲージがあったら多分確定でしょう、おそらく。しかしどうだろうな、エアスラ打った後に最速でしたため入れて一発目くる、あでもダメか、体力信じたか。さあここは冷静に冷たい対応、しっかり拾う、エアスラエアスラ、しかし踏まないのが新谷さん、しかしこの飛びが厳しい。勝ったのはバイパーシャルチーム。
圧倒的な強さ、シャルサーのバイソンを残しての勝利。さて次は新谷破天荒チーム対草中島チーム。さあ勝ったのは新谷破天荒3チームで、また同じく 1P で、草中島3チームが 2P。 さあ草中島チームはチュンリーガイルホーク、ホークは 0.5 余ったからとりあえず選びました感が否めないですが、キャラの申告はここにお願いします。まあそのままいいっすかね、同じタイミングで押すってなんかせーので押した押さないっていうなんか大人の駆け引きが生じそうですが、あ、パパお疲れ様です。さあここでニーアーケン対ホークは中島さん、中島さんホーク使ってるのは一回も見たことないですが、果たしてどうなのか。さあここはコンドル決めて、うっ、勝利出ないが回せなかったことが命拾い、波動拳、おお上り大キックロティッティア。まあさすがに中島さん使ってないので、まあとりあえずホークで相手の1キャラ目を見ましたっていう感じでしょう、おそらくですが。しかしワンチャンで勝ってしまったらこれはめちゃめちゃ美味しい。ダイヤシュ勝利、ここは冷静にガードして一文字、おお勝利しっかり見えている、めくりはできず投げ打ち味がない、わあドビッチャクからコパコパホー、ここはガードどうする、あー大惨事、う汗、うわあこれは勝利ガード垂直落ちで、あーさすがにそうですね。あれホーク側もう何もできない感じですか、もう削られ角ですか、え無理、距離的に無理ですね。さてここで中島ガエル草チュンリーを残した状態で、どっちがどっち行くのか、これは結構悩みどころですね。草さんはおそらく全キャラいけるでしょう。さあここで草さんが言った、中島さんは本田に最後当てるつもりで残したというところでしょうか。さあ画面が緑っぽいエメラルドグリーンか、まさに南国。さあここは円柱パン、おお竜巻を多用して草チュンリーをちょっと圧倒していくがゼロフレ投げが決まる、ここはガードしてゲンから冷静に ゲージをおわー投げかく、2P 行かせなきゃ勝てるとクセさんが今漏らしましたが、 2P 側のニーヤさんは激強なのか見ていきましょう、気になるところですね。さあ 2P 側を行かせてしまったが、ゲンが入って表うまい、どうなる、ゲンから投げて中足が強い、ここは削りで十分と、踏み捨てが強い、このキャラどうする、うっ垂直で落ちてチュンリーが無駄なダメージをもらわずにゲージ溜まった、おっと、いやー対空戦列ですね。さっきの一回近づいたときに何かできれば可能性はあったんですが、いかなかったってところですね。出てくるのは破天荒龍2番手ですね。さあ破天荒さん、チュンリー戦動き結構変わってましたね、さっきやったら。さあコパン対応、コパンは派生が早く、しかも判定も激強。
さあ、円柱パン、円柱パン、あれには多分線列が仕込まれている感じの円柱パンでしょう。ここは使って一旦離す。しかし、おお、代々決まって、おお、つながらなかった、もったいない、今のは悔しい。破天荒流、この1ラウンドを取っておきたかったが勝利バッチリ。お、いいですね。今のはちょっと高めに見えそうでしたが、おそらく転生ミスの可能性がありですね。くらい投げもできない中段くらいの高さ。うっ、あっ、ここは投げて、さあこれは最大が取れず画面端にやるが、ここは試合の勝利権。垂直スピニングバード上手ですね草さん。ここは円台パン、一旦距離を離して、はい、投げて、そうですね、距離を離すことは大事です。しかしゲージがお互い溜まるので、あ、ここはファイヤーハードが決まる。さあこれで攻撃力と防御力がリセットされた状態で開幕飛ぶ、強気、うわ、中ゲーム最大、投げて、おっ、しゃがみぐらいだったが代々でよかったが、勝利点、うますぎる。破天荒さんが大敵が痛くて、あー、3段食らってまだ大丈夫、どっち、あー、あー、そこは出したくなるところ。大将ニーヤさんですね、本田戦、草さんも多分しこたまやってるでしょう。おっと、おっ、しっかりカラちゃんテンション、この辺が僕との違いですね。おお、うまい空対空、そして気候圏がでかすぎてシャガ中対応いいですね。シャガ中気候圏まで、あの着地でガードさせほぼ確なので、さらにその中足が、あの着地で食らってくれたらさらに美味しいってところ。さあこれは最大ピョルか、ピョンない、運がいい、余裕が、気候点がでかい、ここは100です、うますぎる。2択はニーヤさんが読みかす、あそこの2択は直で大転生をリバサで出すか我慢するか、投げに行くのもありですね。さあしっかりと引き捨て転生できている。さあ遅らせで、遅らせ発見がうまい具合に当たって、さあ画面端、はい、お、マジか、投げられて打ち身あり。さあ厳しくなって、これはガードさせて下がるが中足確定が、中足はしなくてどうする、うわー、飛行点がでかい、ゼロノット、しかし、あー、なんと対応ミスってしまう。今のはニーヤさん結構救われましたね。さあ出てくるのは中島ガエル。本田戦はやってるのかどうか。お、あー厳しい、さっさぶで切り返すが、なぜか裏切りが発生して、ここは裏切られない。うわ、ここは冷静にガード、オカマでフィニッシュ。オカマ減りますよね、かなりダメージ。さあ大足の、さあこれはやばい、おいしょから似たからどっち、あー強欲投げ、しかし投げ返し、ウジミヤとチャンス取ってるのがニーヤさん。あ、うん、いいのめり込み方。さあ怖い空対空で、あー、これは踏まない、あー厳しい、まくった。うめえ、ニーヤ破天荒チーム、なんと大将から一気に逆転。うめえ、ではシャルバイパーチーム対イクサ中島チームですね。かっこよすぎだわこのホンダ。
超、いや、運がいいもありますけど、強さがやばいですね、ゼロドットからの。あれ膝ど、あれ膝っていうか、あのダブルサマーでした時になんか技出てたように見えたんですよ。あれガードになったのは多少キックの持続を置いといたから、多少キックの持続を置いとくことで下がり際で当たらないみたいな。へー、ってことはあれもしその小足持続でガードが成功してたらそのまま大市も行きますよみたいな、そんな感じですか。多分ね、多分早すぎてガードをさせられない可能性もあったから。あー、そうなんですね。投げ前の外だから、はい、投げられることはないんだけど。あ、へー、あ、なるほど。投げ前も外しで小足持続重ね、ダブルサマーじゃなければもう投げこすってると中盤がシュッて出るから。あ、はいはいはい、投げれればなみたいな感じ。コパンでいいんだけどね、本当はね。たまにありますか。うん、ほらあれっすよね、結局1フレで無敵が解除されるのありますからね、起き上がり。さあ行きましょう。 1P がバイパーホーク、 2P 側は中島ホーク。ホーク同士の戦いだが、一律の長があるのは間違いなくバイパーさんでしょう。しかしこのホークホークという組み合わせ、相手を見ていればってのはありますね。おそらく中島さんはほぼ回し精度がないと見て間違いなさそうなので、通常技で押し勝つ感じにしたいが、ここは見ているシングル俺たち、どう出ない。誰ホーク、中島さん、中島さんですね。さあバイパーホークがここで俺たちのバイパー6回目本日。やはり今日のバイパーさんはキレッキレですね。さあうまい空対空から、さあこれは投げて打ち身がない状態は中島さんにとっては美味しい。通常技で押し勝ってるのは中島さんだが、まあ、タイミングが合っているというところか。さあしかしここでシングル俺たちから、俺たち陣地たまって回される、シングル中島さんから、シングル中島さん、さすがにサブキャラだから。中島さん回せてました。おお、ほうほうとホークの雄たけびが聞こえる。ここからどう切り崩す、手前押しはバレてて、コパン3発上から乗っかって、うっ、うっ、これは熱い。回したのはバイパーさんだった。シングル俺たちでフィニッシュ。さあこれはチュンリーでしょうね。ガエル画面端に行ったら死にかけですので、うわー、開幕これは死亡したか。投げて、まだわからない、立ち上げて、しかし厳しい。チュンリー様で落としてちょっと高めだったが、うわー厳しい。ほう、シャルさんじゃなかったバイパーさんが強い。さあ立ち台系、あれは開幕飛びに対しては有効ですが、立ち台系の派生がちょっとでも押すタイミングがずれたりするとかなり厳しい。ここは見ている、吐かせて、ほう、シングル俺たちフィニッシュ、強すぎる。さあ大将中島さんのガエル、ここまで6回も俺たちを積み上げたバイパーさんはやはり今日は強い。さあやばい、さあこれはアントビが完璧ではなかった。中島さん救われて、しかしもう一回画面端の地獄、なんだこれは。うわー、悲しい、弾きでした。
画面端に追い込まれるとこうなります。モーニング娘。もびっくり、矢口真理状態。さあここは出させて、コパンからシングル俺たち、最後はもうでフィニッシュ。 なぜかおもらしするが OK でしょう。シャルバイパーチームが1位勝ち抜け。では大将戦 では最後ですね、東高茶丸チーム対シャルバイパーチーム決勝戦いきましょう。なんでって思ったんですあれっすよね、はい、大阪からでした。あ、はい、もうやってるよ。はい、すいません、ちょっと実況がお留守番してました。開幕はお茶丸さんの本田対シャル DJ。 さあ本田 DJ はこれどうなんですか、新谷さん。ダイアグラム的には8-2ぐらいじゃない。 8-2 で DJ 有利。 8-2 って言ってます、はい、新谷さんが。ってことはそれくらいかなり厳しいと。いや、きついでしょですねまあそうですね、今の1ラウンド見たときにかなりきつそうでしたからね。このエアスラ、そしてジャックナイフ、空中飛んだところに前ジャンプを、これはジャックで切って、最大は一発だけだったが十分でしょう。うわー、これは免れて、ジャック、そしてエアスラ削り、エアセラがもし中100巻でダメだったとしても多分マイジャンプコパンで終わりでしょう。遠距離タッチシューキックダブルサーバーに安全ガスに1フレビタでしかできないみたいな。1フレビタ早めに出してスカルプにはいいから。まあ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 、そうですね。さあここでお茶丸ザンディが登場。これザンディ DJ も結構やばいでしょう。さあ画面端、シャル DJ です。さあシャルさんはこの前鈴木ザンディとかなりやってたので。あ、そうなんだ。やってましたね。でどうやって立ち回ったらいいのか分かんないって言ってましたけど、結構正解に近い択は多分掴めてるはずだと思うんで。さあさすがに溜まってますね。ただね、鈴木さんがね、かなりこの組み合わせ崩してるんですよ、DJ ザンディ。ただ、ね、ただ、ゆうべがさんの DJ になると、もうかなり済まされてましたね。仕組み的には、ダブラリで回ってるところを、スライディング、あるじゃないですか、台形の、はいはい、前台形の、あれを、はいはい、まあ、膝下あたりをザンディに当てる気持ちでやれば、ほぼほぼ、大丈夫っていうのと、あと膝で飛び込んでくるじゃないですか、はいはい、で膝で飛び込んできたのをその膝あたりで必ず落とす感じでやれば。さあシャル DJ が勝利。そうですね一方的に勝つみたいな感じですね。さあ東根さん持ち込んだ企画で優勝できるでしょうか。さあどうでしょうね。チュンリーを 3.5 と言いましたが、果たして待ち構えるのはシャルさんの DJ バイソンとバイパーホーク。東根さんが勝ったらレシオ上がるでしょう、チュンリーの。まあ上がりますね、うん、さあ開幕画面端押されるが、いいですね、うまいですね。投げ返してどうする、二択は下段。とりあえずゲージ持ちたいですね、チュンリーは。持った、そしてここから投げて受け身がない、いいですね、壊し中足。金的どうする、投げる、今の前ですね。一旦ド密着っぽいちょっと外れたところで待って、チュンリーの投げ間合いで反対側に投げると、あれはすごく有効ですね。あれ待ってるとね、
暴れたくなくなるんですよ。何するんだろうってなるんで。さあ金的、あっ噛み合ってしまう。フィオリーチだったが、まあ、中あまあですね。さあここは、うわなんだこのテンションは、びっくりテンション。さあしかしこれはもう心理有利で終わるでしょう。1ドットなので、あー技が重らしい。これはしょうがない。さあどっちが行く。さあここへ来てシャルバイソンはまだ出てない。そうですね、今日残して終わる可能性もありですね。シャルカはまあ普段ねセオチュンリーとやってますんで。あ、僕ともやってます結構、うん、あまあ毎週中野もあそっかやってるんで。ああ、うん、なるほど。まあ身内みたいな。ただまあまあでもチュンリーはっていう。そうっす ね、 ですよね。一応この組み合わせやっぱチュンリー7は7かな。あーピョっちゃった。ピョ出してる。デン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 、ヘッドヘッドでしょうね。まあしかし攻撃防御ともに上がった2ラウンド目、開幕は飛行点強気に打つ。今のは出しっぱ戦で100列でよかった気がするが、さあここはどっち。ゲンだったが最初に歩かないとおそらく投げだと思わせないでしょう、思わせられないでしょう。さあお互いゲージ溜まったが、こっからどう切り崩すシャルバイソン、そしてどう倒す闘魂チュンリー、どうする。うっ、あすい、あーこれはどっち。うーよく離れたが、うーチラシ出してコッパン置いとくの、あー投げ返し。あの状態になるともうバイソンもう1ラウンド取れてるのでいくらでも必死にいけるっていう。さあゲンから投げて、チューチュー重ねて、タッシュ系いい対応。さあこれで撫でる。ターンパンチは撫でられる。あ今のはさすがに中パン投げなんで多分死に格ですかね。あーなるほど。体力の 26% 持ってく中パン投げなんで26だったっけ。減りが38だから、まあ、4回投げれば死ぬですもんね。ですよね。さあおお100列対応。さあここで出てくるのは本日大活躍のバイパーホーク。俺たちの力をチュンリーにも見せていく。テンションバレてて、ここは吐かせた。これでかい。しかし金的、俺たちが寄ってくる。これは攪拌が取れず、どうなる。熱い。これは今の前山中キック隠ってたはず。あーがむしゃらなでは通しません。踏み捨てだったらワンチャンあったんですけど、さっき踏み捨て回り込み僕何度もやろうとして全部バイパーショップで落とされたんで、バイパーさんには多分使えないでしょう。さあ立ち上げ、ここはなぜか当たる。前に振ってた技が多分台形とかじゃなかったから多分そうだったんでしょう。うわーこれは救われた。いい反応、立ち合い手反応。ここは冷静に下がって、うわー冷静に切りたいよ。さあ闘魂チュンリーが締めるのか、それとも本日絶好調のバイパーホークが締めるのか。ファイナルラウンド投げて、おお追ってくる。ここは大転生リバサー、サンフレ発生の最強だ。立ち台系が負けるが、これはまずい。シングル俺たちから、シングル俺たち、なんと勝ったのはバイパーシャルチーム。今日はバイパーさんの日でした。強すぎました。
というわけで、おそらく、シャルさん、バイパーさん、写真撮影ありますので、にっこり笑顔でお願いします。では、今日の大会は以上になりますので、皆さんお疲れ様でした。実況してると喉がやばい。さあ、じゃあやろう。あ、じゃあ優勝したお二人ちょっと写真を撮らせてください。とりあえずイベント大会の方は終了なので皆さんの試合 OK です。配信されてる台の方はヒデチュンリー対ムナーリーサガット、なんか5先って言ってたんでちょっと見てみましょうか。トーコンさん残念でしたね。そうだね。もう死体切りに来ました。んこれレシオは考え直す感じですか。レシオはだっていいでしょう。ま、どの辺があれかい。いや、闘魂さんが優勝したら、うん、まあチュンリー上がるだろうなと思ったんですけど、ここにチュンリーが、はい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 、6ぐらいで、いや俺は闘魂チュンリーはもっとねレシオ下げていいっすよ。 3ぐらいでいいっすよ。弱いから。いやいやいや弱いから。闘魂チュンリー3で次は。セオチュンリーとかだとやばいですか。セオ君はやばいでしょ、うん、でも得意な組み合わせ苦手な組み合わせあるって言ってるから。なるほどですね。だから、うんうん、もうベガ戦なんかね多分全員に近いだろうし、ダルシム戦も得意だし、あとはなんかそう、まあブランカはね俺も苦手だけど瀬尾くんも苦手って言ってるからね。ブランカが中野にいないんですよ。ブランカね本当ねっていうのもありつつ、これは第一試合で 1-1、うん、チュンリーサガットはどんな感じですか。いやまあ普通にチュンリー有利じゃないですか。これ多分僕は X サガットが一番楽ですね。チュンリーで使ってて多分8人ぐらいあるんじゃないですかね、うん、僕すっごい昔に、うん、山子さんとかいた頃。あ、いましたいました、うん、山子さんにいけるキャラ一番いけるキャラ誰ですかって言ったら、うん、サガットですって言ってました、ね、あそのぐらいあんのかなと思う。ちょっとでも第一試合はムラーリさんが取ってったぞ。飛んじゃったっていう感じ、うん、これはね本当9はないけど8は絶対ある、まあ、一番楽だと、うん、一番楽 X サガットは、ね、ホンダとかザンギとかホンダじゃないかって言われたら全然サガットです。ワンチャンがあるからホンダは、まあ、ホンダはワンチャンあるんで、ホンダは一発捕まってリーチでしょ。でザンギも端ちょっとやばいでしょみたいな。そうですね、うん、サガットは別に大丈夫だもん。ガード球が勝手にガードしてれば離れてくれるし、まあ、近づいても別にっていう。はいはいはい。本田戦全一が本田より楽って相当弱いサガット弱いね。本田戦全一の闘魂さんが本田より楽、まあ、より楽だ。でもね、パンツの色が変われば話は別ですよ。ああ、まあそれはそうですよね、もちろんね。パンツの色が変わったらS サガット有利ですけどね。
間違いなく。さあ、ムナーリさんが1本取っております、うん、これね、普通にね、宙に溜めちゃえばいいんですよ、まずゲージを。そうですよね、溜めちゃえば、うんうん、で、ゲージの溜め方も、まあ S サカットじゃないんで、もう1回ガードして総裁じゃなくて全部バックジャンプで置ければいいんですよ。で、で打てばいいんですよ、溜めるとき。だから球もガードしないように溜めるっていう。あ、合わせた。これはこれね、逃げれるんですよ、この時間とこのぐらいで十分。サガットね、無理なんですよ、こっから。もう全部ガードで。あー、今危ねえぞ、うん、今ちょっと匂いましたよ、うん、もう30秒ぐらいでもうちょっと、もう 2,3 センチあればもう逃げれます、完全に、うん、あー、逃げれちゃうっていうのがあると、うんうんうん、いや、うまいっすね、うん、あー、飛んじゃった。飛んだらね、ダメっすね、これは。さすがにこうなるとね、サガットも逃げれるからね。これはもう垂直待ちな感じなんですかね。あー、また全部ガードでいいかなっていう、うん、あー、ゼロ、ゼロ2ですね、ゼロ2。甘いすぎ。もうこれダイヤ的にやばいっすね。でも火でなんか前見たときね、サガット戦ね、はい、手堅く勝ってた感じですけど、はさすがムナーリさんとい う,、うん、いうところなんですかね、うん、あとね、前飛びはあんまよろしくないくて、結構あのかするようにアパカをあのかするっていうか、相打ち以上なる飛びの間合いでパンチで飛ぶ方がいいですね、うん、あ、P で飛ぶん、ね、そう、あのとかアパカを、まあ、潰すか相打ちになる間合いのパンチ飛びっていうのがあるから、うん、あれは、うん、バックジャンプ気候圏がいいですね、台のタイガーには。うん、これは垂直で避けた方がいいんですけど。あー、バカ。あー、やっぱね、こう、ま、おー、運だけで勝った。なんだったんだ今のは。見てから食らったのかな。なんか2連敗したの。ゼロ、今ゼロに、うん、サガットはね、一応トリカゴモードにはね、持っていくとちょっといいですね、うん。こっからもありそうですもんね、全然。こっからちょっとない。待ってればいいんですけどね。おー、ちょっとね、今のは投げれないですね。うん、待っちゃった。それそうですね、バック、あ、前、うん、今のね、あ、パンチ、パンチの方がいい。今のはパンチの方がいいですね。キックだと今アッパーか食らうんで、うん、ああいう感じで、あのさっきの、うん、ピー飛びしろと、うん、ちょっと前飛びが、うん、前、あんまり気持ちはわかる的な感じですか。やらない方がいいですね、やらない方がいいと。あー、いやー、これはね、これは1-2ですね。まあ、サガットはね、普通に前ジャンプとか落としづらいんでね、前詰めてガンガンジャンプはあるんですけどね。お、はい、まあこういう感じですよね、普通はね。あ、そっか、ジャンプショーパン行けば今サガットを取れたのかなって感じですよね。あ、ジャンプ、うん、ジャンプパンチ系はいけるかな、うん、あ、あーやるよ。おーっと、これは
前飛びが返しづらい。まあまあ減った。何でも何でもなく投げ2から2に。もうやらせないよ。これからだよ。だ結構見てるとヒゲチュンリは前に飛んでるんで、こうですね。そうですね。だいぶサガットはもう P で飛んでましたよ。今ちょっと間合いがあれだったんじゃない？うん。これちょっと嫌ですね。うん。しょうがないかな。ガードでもオッケーっぽいからね。うん、そうですね、うん。打って損はないみたいな。うん、そう。今ちょっともう歩いてアパか。うん、あれパン。うん。このぐらいの間合いで飛ぶとパンチで飛ぶといける。そうそう。ああ、もう、うん、言った通りですね。そうあれでまあ悪くて相打ちだから、うんうん。また飛んじゃいました。うん。うん、なんだあれ。おお、死んだか。これはうん、お釣りはしっかり出て、あれジャグバードキックとかだとお釣りがね、はい、返しづらかったりとか。ああ、まあ、うん、まあどれで出すかなみたいな、まあまあぐらいですよね、うん、最後あいつでも OK だからね。うん、おっと飛ばれてるぞ。うん、あっ、おっ、うまいっすね。あ、死にました、取られました兄さん。あのね、本当に前飛びがね返しづらいんですよね。サガット軌道低いから、もう読みて垂直ジャンプとかなんか追いとける通常技はないんですか。まあ、だからくぐって立ち中キックとかビンタとかなんだけど、まあ正面だと難しい、ね、負けますよ、まず。うん、ちょうどなんかバイソンの飛びに近いような感じの軌道だから、ビンタかな、何かな、うん、まあ読んで垂直ジャンプがいいかな、うん、あれ届いちゃうのはちょっと凶悪っすね。うん、おっと、あれ、これはやばいの食らいそうだったけど、多分3段入るはずなんだけど危なかった。これな、しょうがないんだよな、時間とリードされるときついですよね、やっぱ。だからサガット側はちょっとずつ前詰め、鳥かごで、まあできるだけたまる前に、これ落とすでしょうって感じで、うん、そうそう、あのジャンプ返せない。うわ、そう、この前飛びが、あ、強い。これ安く済んだ。音、ネタ攻撃は返して、おっと今当たればってところ。まあでもあれだね、あの間合いがいい感じだったんで。そうですね、うん、さあゴムです、うん、さあ三先だったら危なかった。いや、サンサンはね、もう負けみたいなもんでしょ。そうですよね。、うん、おっと、でもね、もうこっから全守りでもいいと思うんですけどね。こんなのもう、弾打ってりゃいいやみたいな、うん、これまた溜められますね。
そう。きついですね。もうあなたしょうがない。今のものを見るときついですね。もうしょうがない。お、あれがね。あ、前ジャンプ読み。あ、垂直読みで。あれがね、強いんですよ。この後投げ。空振り投げが。あの、ホンダでも似たようなことはありますよね。うんうん、先に飛んでやれっていう感じ。背中にランマ微妙っぽいんだけどな、あ、打っちゃった。でも安く済んだっぽい、うん、あれがね、そう、もう全部ガードか良くて相打ちなんだよね、うん、でもこれ下がっともう逆に守れる感じですね、上タイガー。おっと、今のはラッキー。お、今入りそうだった。わかんない。おっと、さあ、相打ちで立って、立ちました。3、4リーチ、ムナリさんリーチ、やばいよこれ。ちょっと X サガットに負けたらまずいよ、チュンリーは、ここはまずは五分に、次を勝って五分にすると、大体側にはバックジャンプで、ショート中は見て垂直避けがいいですね。あ、これバックジャンプで総裁間に合いますけど、置き攻めとかの、あの背中は、あ、いや攻める必要ないですね、全く、うん、表ですよね、大体下がって。あ、うん、いやこれはきついですね、うん、どうだ、いやでも、うん、どうだ、うん、まあでも弾いちゃうとね、下がってももうしょうがない、飛び、うん、やばい、もう半分ぐらいリードすると下がってもいけて、この鳥かごモードだと、もうチュンリーはとりあえず溜まるまで、うわ、これ2発、うん、X 下がってはって起き上がり2発削れるんだっけ、削れないのかな、どうなんですかね、うん、何も分かんないです俺は。やばいやばい、これでちょっとずつ前を詰めてちょっと歩いて、でも溜まっちゃうと今の当たんない場合、めくりはねあんまりよろしくない、なんない、なりですからね、そう基本表、はい、うん、これは安く済んだけど、お、なんだやばい、これは全然いけるはず、 あでも溜まってるぞ、相当プレッシャーありますね、これ。なんとかしのいで4-4で次が最終9試合目。どっちが勝っても5勝4敗。これでいいの？いいのこれ。それ俺に言われても。まあ本当にね、最後勝った気持ちいいですよね、これは。そう。お。めくりはダメだぞ、今のは安いけど OK、 おい、
カサミのタイミングがずれて、これ鳥かごちょっとやだ。強気アパカ、うん、まあゲージないですもんね今。もうゲージなくて鳥かごでもう間合いもね調節できないんで、サガットの間合いでしたね、うん。なんか終始ペースは村井さんが握っている感じですね。村井さんね、もうちょっどんどんちょっとずつ歩いて詰めた方がいいですね。もう溜まっちゃうときついんで、うん。あ、今飛んじゃった。あれ間に合うか。そうか、うん、植えたいがあったんだけど、これもう無理、もう無理ですね、ガン待ちされると。まあでも分かんないぞ、謎の飛びにアパカが決まったりする可能性がないですね。お、いやあと3発ぐらいな、当てないといけないからしょうがないですね。どっち勝つと思います？いや普通に、普通はチュンリー勝つんだけど。お、なんか一つのミスがバートキック2連発、あれは普通にバックジャンプで方がやばい、やばいね、やばいです。バートキック、これはね、あー、いや、がむしゃらに来たぞ。お、うまいうまいうまい、これで鳥籠っぽくなって、これつらいぞチュンリー、あと一発でたまるけど、たまった。アパカで、あー死んだ。ムナーリさん、五先対決勝利おめでとうございます。おめでとうございます。チュンリーが X サガットになんと五先を取られてしまう。ちょっとヒデ君、これはダメですよ。前飛び多かったね。うん、あとバードキックじゃなく普通にバックジャンプで、あ、うん、よかったから。あれ、これ8人ありますね。ある、あります、あります。ダメだ、心折れたわ。無駄なことしすぎ。はぁ、あかん、ちょっと考え直さないと、いろいろ無駄なダメージ食らいすぎだわ。